みんながヤクザに通されている神社のシステム。でもな、ちゃんとその、大麻による治療を動物付きに対して施すときは、まあ動物付き以外には、まあよっぽどの、物理的な病じゃないと使ってないよ。動物付きやったら、まあ、使うわけやんか。な。そやけど、必ず監禁治療しとったと。まあ、戦国時代とかは、逆にその、なんちゅうかな、敵を罠にかけるような、そういう使い方は忍者がもちろんしたでしょうけど、まあしてたんですけどね。いろんな使い方ね。まあここ一番っていうところで、敵の対象に大麻をちょっとだけ嗅がせたら、思うような戦局になるよ。だって大麻による思考を変えるとめっちゃ狭いもん。限定されるもん。誘導できるやん。そうやって精神統一の一種だから読まれるねん。タイム書かせたら完全に読まれてしまう。タイム書かされたら完全に読まれてしまうね。戦前にタイムなんか吸ったら必ず読まれて負ける。忍者が、やっぱり、やっぱりって敵の忍者が喜ぶから。な。で、あとな、その、まあ、そういう、イレギュラーがおったよ。多かったでしょう、きっとね。昔でもね。でもそれは戦場、まつわる話だったり、都市部でしょ。山間部はどうですか言ったら、山間部は昔からそんなの専門家がおってんけど、いや村落はどうですかって完璧に蔵やんか。そんな奴らうろうろされたら困るもん。村落って完全に蔵や。地方都市も完全に蔵やねん。な、あるいは神社やねん。な、村落もな。後には仏教もよって人はそんなに参加したかもしれんけど、案外仏教の方で乱用した可能性はあるよね。立川流とかでね、例えば密教とかでね、例えば乱用した可能性あるよね。でしょ。神道は乱用しませんでした。すなわちヤクザは乱用しませんでしたって言って、ヤクザって治療家の方の意味やで、ね、治療される方はヤクザなんて言いません。で、じゃあ近代以降、ちょっと現代な、人権が叫ばれる現代になったら、ほんま 100% 監禁やで。大麻による治療は。でしょ？大麻による治療受けてる者の人権は危ない言うてんの。それ以外の人たちの人権の方が大事やから。いや、と大麻の治療受けんでいいやん。従来型でいいやん。な？ほんまにリスク高いね。周りに。大麻による治療を受ける人のリスクより、それ以外の人たちのリスクの方が巨大になるやろ。だから監禁してたんです。人権が大事な現代では、もっともっと完璧に監禁されるんです、あなた方大麻は。あなた方、大麻はやって。トーマって名字の人ちゃんとおるからな。なんで俺らか専門家やで俺らって。びっくりする。大麻の気配とかな。のみの少なの末裔な。のみの少なの末裔は、菅原とか、その、曽我家の、神社部門や。菅原家って、曽我家の神社部門やんか。天満宮な。いっぱいあるやろ。ま、そんなわけでございまして、医療体制、もし解禁なさるんやったら、100% 監禁治療。ま、精神病院のことですけど、監禁。精神病院から出てこれません。大麻治療を施してる間は、そして大麻抜けるまでの間は。当たり前でしょ。